新宿ウォール456が液体無比 S で輝く。都会の夢の中への正体。平野翔ファン必見。新宿ウォール456が彩る特別な空間。新宿駅の東西自由通路にある新宿ウォール456は、今、池田模範道の液体無比のサイネージ広告で彩られている。その光景はまさに圧巻だ。 高さ45.6メートルのデジタルサイネージがまるで夢の中にいるような感覚を与える。そこには俳優の平野翔が出演した CM が繰り広げられ幸せな夏の日の予感が広がっている。新宿ウォール456、その名の通りその壁は圧倒的な存在感を放っている。45.6メートルの高さから一歩下がると まるで巨大なキャンバスのように広がる。そこに映し出されるのは、平野翔の笑顔と、液体無比 S の爽やかなイメージが交錯する。この広告は、まさに夏の風物詩となることだろう。5月12日までの期間中、この壁は JR 新宿駅や渋谷駅にて展示されている。新宿や渋谷の繁華街で、この壁の存在感を感じることができる。 特に渋谷では、スクランブル交差点の景色が広告に映し出され、少し遠くからでも、その輝きを感じることができるだろう。そして、朝の八高校でこの広告を見かけると、心がほっとする。まるで、朝から幸せな気分に包まれたような気がする。新宿ウォール456の広告は、都心のど真ん中にある渋谷スクランブル交差点を映し出しており、 通りかかる人々の目を引きつけることでしょう。ニュースや天気予報を見るたびに、その一瞬を逃さずに探してみてください。そして、新宿駅の八高校でこの広告を見かけた方もいるのではないでしょうかその場面を目にしたとき、心がハッピーな気持ちになったのは、私だけではないはずです。この広告は一体いつまで展示されるのでしょうか 一週間ごとに販売単位を見ると、来週には終了するのではないかと心配になりますね。しかし、液体無比 S の広告には、このような思い出深い場所で展示されていることに感謝の気持ちを表したくなります。しかし、この壁の存在は限られた期間だ。広告は一週間ごとの販売単位で計算されており、 次の週には新しい広告が掲示されるかもしれない。この壁の美しさや喜びはあっという間に過ぎ去ってしまうのだろうか一方で、この広告は池田模範堂や平野翔のファンにとっては思い出の場所となるだろう。新宿や渋谷で過ごした楽しい思い出とともに、このデジタルサイネージが彼らを包み込む。 それはまるで幸せな空間に身を置いているような感覚だ。そして、その場所に訪れた人々の写真やコメントを見ると、その喜びがさらに広がる。この広告はただの広告ではない。それは人々の心を幸せにする場所であり、思い出に残る場所なのだ。そして、それは新宿や渋谷の街に、さらなる輝きをもたらす存在でもある。 このような幸せな空間に身を置きたいと思わせる広告。しかし、その美しさや喜びは一過性のものである。次の週には新しい広告が掲示され、その美しい風景は過去のものとなるだろうかそれとも、新たな広告がまた新しい夢を紡ぐのだろうかそして、これからの新宿や渋谷の街には、どんな広告が掲示されるのだろうか 新たな広告が人々の心をさらに魅了することだろうかそれとも、これ以上の喜びを届けることができるだろうか新宿のこの空間は、翔くんの存在でさらに幸せな雰囲気に包まれています。何人かの方が訪れている光景を見かけましたが、無比の広告のブルート、電車に乗りながら人くん丹の方との会話が交わされる様子を想像すると、 胸が熱くなりますね。そこで、心を込めてハート色に変えてみたというエピソードも興味深いです。この広告の写真を撮影する際、ちょっと雑な撮り方になってしまいましたが、それでも他の方とシェアできて嬉しいです。そして、翔くんの低音ボイスにも注目が集まります。新宿は平日は混雑することが多いですが、もし今日お時間があれば、 ぜひ足を運んでみてください。さて、これからもこのような幸せな空間を提供してくれる液体無比 S に感謝の気持ちを込めて、今回の体験を振り返ります。しかし、これだけではありません。都会の人々だけでなく、地方に住む方々にも幸せな瞬間を届けてくれる液体無比 S の存在に、心から感謝しています。 平野翔君が出演しているこの広告は、本当に新宿の思い出の場所を彩ってくれるよ。翔君の存在で、空間が幸せで満たされている感じがするんだ。周りにもたくさんの人が集まっていて、無比の広告のブルーと電車に乗りながら人くんの人たちと話している様子が印象的だった。私は撮影する前にちょうどお出かけ前で、 ちょっと雑な取り方になってしまったけど、それでもこの素敵な空間をシェアできて嬉しかったよ。そして、翔くんの低音ボイスには本当にやられちゃうよね。新宿は平日だと混んでいるけど、もし今日お時間があれば、ぜひ行ってみるといいよ。こんな素敵な空間を見ることができて、本当に幸せな気分になれるから。この広告が持つ喜びと美しさは、 一時的なものかもしれませんが、その魅力は普及のものです。池田も半藤や平野翔のファンにとって、これは特別な瞬間です。彼らにとって、この広告は単なる宣伝ではなく、心に響く体験なのです。そして、その喜びを共有することは、より幸せな瞬間をもたらします。新宿や渋谷に訪れる人々が、この広告を見て笑顔になる。 そして、その笑顔が次の人にも広がっていく。それはまるで、幸せが空気のように伝播するようなものです。しかし、広告が変わるたびに、その喜びも一瞬で過ぎ去ってしまいます。それはさながら、夏の風が過ぎ去るように。しかし、新しい広告がやってくるたびに、新たな夢が紡がれます。それはまるで、 新しい季節が訪れるような感覚です。新宿や渋谷の街は常に変化し続けています。しかし、その変化の中で人々が共有する喜びや美しさは永遠です。そして、それはこの広告が持つ真の魅力なのかもしれません。では、これからの日々で新宿ウォール456にはどんな広告が掲示されるのでしょうか それはどんな夢を紡ぐのでしょうか新たな広告が新しい季節を告げるのでしょうかそれとも新たな感動を届けるのでしょうか新宿ウォール456はまるで私たちの夢の中のような存在です。その美しさと喜びは私たちの心に永遠に刻まれるでしょう。地方に住んでいる人たちにも 朝から幸せな気分をシェアしてくれてありがとう。本当にここに住んでみたいなって思うくらいだよ。この広告はテレビ CM よりも楽しみだな。翔くんの素敵な声を再び聞けるんだから。これからもみんなと一緒に素敵な翔くんの広告を楽しもうね。テレビ CM が放映される日が楽しみですね。翔くんの素敵な声が ますます多くの人々に届くことを願っています。このエピソードから、新宿ウォール456での液体無比 S の広告は、ただの広告以上の意味を持ち、人々の心に幸せと感謝の気持ちを与えてくれる存在であることがわかります。では、あなたはこの広告を見たことがありますかそして、その広告から受け取る印象や感情は何でしょうか